さあ続いてのコーナーはこちらです。木曜企画、秋山元博のもっとヒーローへ。このコーナーのナビゲーターはもちろん秋山さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。注目のルーキーを紹介するもっとヒーローへ。今日はもうテンション上がってます。久々に女子選手がスタジオに登場です岡山支部の119期の土屋みなみです。よろしくお願いします。ようこそ。いやーもうねーもう久々の女子選手ですよ。待ってました、ねえもうスタジオがいつもよりもなんか明るい感じ。明るいですし熱気が違います。男性陣のテンションが全然違うんです、はい、ですか。なんでだろう。なんて言ったら控室に入ってきた時の匂いが違うもんね。あーね、そうなんですかね。やっぱり ね、気持ちがいいですねいやもう今日はねよろしくお願いします。お願いします。さあデビューして1年経ちましたけれども、どうでしょう、はい、この1年間。あっという間に過ぎました。あっという間に過ぎた、はい、で選手になろうとしたきっかけっていうのは、父がもう3歳ぐらいからずっと進めてきて、3歳、はい、うん、ずっとでなりました。で自分でなろうと思ったのも、もう小さい時から。いやもうずっとなりたくなかったんですけど、ちょっと嫌だって言いすぎて見放されそうになったんで、ちょっとなるって決めました。喜んでるんじゃないですか ね喜んでます。うん、さあそのね、土屋選手のプロフィールを早速見ていただきましょう。はい、119期でデビューが昨年の12月小島ですね、うん、でですね、養成所のリーグ戦すべて参戦あったんですけども、はい、優勝戦まで進んでます。すごい。どうですか。そうですね、でもまあ頑張ったなっていう、はい、でチャンプ決定戦は2着。2着です、うん、これもどうですか。めちゃ悔しいです。悔しかった。はい、やっぱ優勝したかった。したかったです。やっぱ男子に負けたくなかったです。あ、女子選手で2着ってすごいですよね、うん、でも悔しかったですね。スタート行けたんで悔しかったです、余計に。何でもね、あの学生時代からアスリートだったんですってね。はい、スポーツをずっとしてました。あ、どんなスポーツ。あ、ハンドボールをしてました。ハンドボール、はい、ハンドボール、ね、インターハイまで行ったんですって。はい、インターハイに行きました。確かにあのプロフィール見たら特技が玉技って書いてましたからね。あ、球技か。違うでしょそれ。球技だ、球技。石原さん、いやいや、ずっと、ね、球技をやっていたっていうことですからね。そうですね、得意なんですもんね、はいはい、さあそのね、まあ、球技の得意な土屋選手が初勝利を飾ったレースをちょっと見てもらいたいんですけども、唐津でしたね。はい、はい、唐津です、うん、早速見てみましょう。これがですね、今年の7月土屋選手は、5号艇6コースです。デビューしてから約8ヶ月経ちましたけどもね、はい、どうですかその間、ちょっと焦りみたいなのありました。そうですね、でも何回もチャンスを逃してきたんで、もうここで唐津でできないともう一生できないぐらいの気持ちでしたねあ、この時の唐津のモーターはすごくいいモーターだったんですね。はい、エースキーを引かせていただいて。どうですか今一周一マークの幕出し見て。気持ちいいですね。気持ちいい。走ってる時はどうだったですか。前開けた時は。あ、前に誰もいないっていう嬉しさが、あ、やっと一着やみたいな。水神祭も、覚えてます。水神祭、うん、落としされた時。そうですね、寺田さんと田口さんと森岡真希さんと同級西橋が落としてくれたんですけど、うん、もうこのメンバーに落としてもらえるって相当幸せだなってちょっとめっちゃ思いました。ね、えでもまくり座して水神祭ですからね、うん、でこれがですね、これがまたすごいレースだったんですけども、土屋選手はもう4号艇ね。でね、峰選手いますよ。5号艇峰選手なんですよ。そうなんです。で土屋選手はここも、つけ回るような形で、うん、今3番手あたりですかね。これ峰選手が前走っているということは当然分かってたでしょ。はい、ね、どうですか峰選手のレースは。いやもうすごいですね、もう本当になんか全てがすごい、全てがすごい、全てがすごい。その峰選手ですよ、どん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 今まだ捕まえてくるんですよ。2番手争いをようやく制したぐらいですよね、うん、これね、あれ、最終マークでですよ覚えてますこれ。はい、覚えてます、うん、これ一瞬ね見ててだいぶこれあれと思ったんですよ。ここほら、おでね、峰選手かぶるの早いの、ね、
これゴールした時に峰選手なんか言われました？もう今までで一番被ったわって言われました。やっぱ焦ったんですね。焦ったんですね。でこれがですね、まくって勝ったレースですね、うん、これが2勝目になりますけれども、どうですか、まくって一着。そう、やっぱこっちの方が気持ちいいですね。まくって一着の方がいいね、スタートをしっかり決めて、もうこれだけぶっちぎっちゃいましたもんね。後ろに従いているのが日高選手ですよ。はい、すごいレースばっかりです、ね、本当に。やはりこの唐津のレースというのがちょっときっかけになりました、はい、そうですね、自分の目標設定も毎節ちょっと予選突破とか上になってきて、うん、感覚的にも、うん、あこういうまくり出しができるとかいうのは、はい、体感で残るようになってきて、そうですね、うん、実際ねこのレースから少しずつね、はい、成績も上がってきてるんですよ。それではね、最近のレースもちょっと見てもらいたいんですけれども、こちらです。これがね2節前になります、アシア。これはねすごいレースです。5号艇土屋選手5コースね、これね見た時にいや上手くなったなと思いましたよ。まくり出しあそこに入っていく、これはもうなんていうんですか、こう絵に描いたようなまくり出しといいますか、最近のボートレースのね本当にこう典型的なまくり出しですけど、どうですか、あの体感は残ってますこれも。そうですね、自分的にはうわめっちゃ遅かったって思って、まあ、風もすごい吹いてたんで、うん、向かい風が助けてくれたんですけど、うん、そうですね、でも自分ではまさか入るとは思わなかったような感じ。そうです、でも刺さるとはあそこに切るとは思わなかったですね。でもリプレイ見た時に、うん、ちょっと私いけてると思ったでしょ。いや、 いやそうですね、こういうのもできるんだっていう、あのレースができたらね、あのレースをでもできたって体感できたわけですから、うん、そうそう、これまた行きますよね、おそらく、ね、自信になりますよね、うん、はい、自信になりました、ね、土屋選手のレーススタイルっていうのはどうでしょう、自分で分析すると。そうですね、自分が乗れるっての思ってこう波に乗れた時はぐんぐん行けるんですけど、その自分をそこまで持っていくのがまず課題ですね。調子にこうなんていうのかな、乗ってくると、はい、ぐんぐん乗ってくるけど、はい、じゃあ意外となんていうのかな、こうネガティブなところもあるの。そうですね、なんか自信が持てないんです。へー、あれだけスポーツしてたのにね。なんかそうですね、個人競技はまた違う、あ個人競技と、そうですね、はい、まあ、でもねいろいろこう経験してもらいたいと思いますけども、さあ吉原さん、はい、ちょっと今日早めですけども、今日早いですね、うん、どうでしょう、質問コーナー、質問コーナー、プロフィールなんですけどね、好きな食べ物が、はい、シチュードリアということで、ちょうどこの冬場のね感じで、はい、ね、今ちょうどいい季節じゃないですかね、はい、白い感じのものが好きっていうことですか。おばあちゃんのクリームシチューが世界一美味しいんですけど、うん、おばあちゃんが作ってくれる、はい、それから大好きになりました。食べてみたい今日ですよ、ね、いやいやまだあるんです、まだ、まだ全然序盤です、まだ序盤、そうでプロフィールをまだ見たんですけど、あのね人生設計の欄というのがありまして、そこに子供4人欲しいって書いてたんですけど、なんで4人なんですか。なん、男の子2人と女の子2人で、うん、はこう楽しくなるかなっていう、じゃあ大家族賑やかな感じで、はい、あがいいです。子供はじゃあ好きなんですね。大好きです。ああそうなんです、いいね、こんな美人のママだったら ねもう子供になりたいですよね。さあそのですね、土屋選手の次走ですけれども、12月12日からの小島、地元ね、はい、オールレディースですけども、どうでしょう、そこへ向かっての意気込みは。そうですね、本当にいつも練習させていただいている小島なんで、しっかりそこでこう練習の成果を出して、うん、予選突破したいです。したいね、まあ、あのまくり出しができたらもうね。小島はでもどうです、乗りやすい。乗りやすいです、ね、はい、目指せ瀬戸の女王、瀬戸の女王、ね、頑張ります。さあ、その土屋選手にもこれのマニフェスト書いてもらったので見せてもらいましょう。はい、はい、こちらです。今季勝率 4.5 以上取る、うん、うん、あの前期はですね119キロの中であのトップの勝率をね残してますけども、はい、やはり 4.5 というのはちょっと目標ではある。
目標です。まずね、はい、まず 4.5 を取って、そしてですよ、その下にね、もう一回見れますかね、ちょっと小さな字で、本当だ、小さく、オールスターに出たい、てんてんてんみたいな、これ出たい。そうですね、中間発表で35位なのにびっくりしたんですけど、うんうん、だったらチャンスあるなら出たいですよね、うん、もうあれでしょ、投票は締め切ってるでしょ、もう分かってるわけ、分かってるわけなんです、結構待つのみ、ね、そう、まだ発表されてないのでね、大丈夫大丈夫、信じて、はい、もしあのレディースオールスター出たらどうでしょう、なんか目標みたいなのありますか。そうですね、やっぱファンの方が投票してくださったんで、しっかり予選突破して、うん、ファンの方にこう頑張って姿を見せたいです、うん、ね、うん、ちょっと応援したくなっちゃうもんね、全国に名をどんどん轟かせていただきたいなと思います、うん、はい、さあそれではね、まあ、お時間になりましたけども、最後にね、ファンの方へメッセージをお願いできますか。はい、次の小島でしっかり地元で、まずまず一勝して、少しでも上の舞台戦えるように強くなっていきたいと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。いやもうね、みんなで応援したいね、はい、したいです、ね、ありがとうございます、はい、うん、お願いします。今後の土屋選手のレース、どうぞ、期待してあげてください。今日は土屋選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、秋山元博のもっとヒーローへのコーナーをお送りしました。